どうもお花大好きお花くんこと神宮寺島です。はい、ということで、今日はですね中目黒来ております。見てください皆さん、このこれですよ。これが、まあ、多分東京で多分一番有名なお花の名所といえば、まあ、ここの中目黒になると思うんで、ここのですね川沿いをちょっと歩いてみたいなと思いますんで、桜ちょっとどんな感じになってるのか行きたいと思います。ここですよ、ここ見てください。ここがちょうどお花の、もうお花の橋ですよ。すごい、見て、いやこれ見て、これすごくないですか。触れる距離にあるんです。これすごくないですか、本当に。めちゃくちゃ綺麗。桜の花言葉はあれなんだ、精神の美、精神的にも美しい。ちゃんとこれ見てください、足も取ってください、ほら靴も入ってますから、お花シューズ。いや全然、俺人めっちゃ多いな。あ、でも椅子とかはダメになってるんですね、今座れないんです。これね、本当はね、毎年はね、この辺いっぱいみんな座ってお弁当食べたりしてるんですけどね、ダメなんだね。去年もね、ダメだったんですよ。で、今年はもしかしたらと思ってたんですけど、やっぱダメなんだな、まだ。花もすごいいっぱいになったので、もっと入ってた。で、これ川沿いのお店もいいですよね。あ、ビールとかがあるんだろう。やっぱりこれ目黒川の桜最高でしょ。これね、僕東京で一番好きなスポットです。目黒川の桜、ぜひ皆さん見に来てください。